それに対してチャンピオンとしてビッグマッチメインを何度も経験してきている竹下幸之助。女神はどっちに微笑むか。さあ始まりました運命の一戦。ケンさん、はい、竹下選手、これ新コスチュームですね。そうですね、はい、またこの今の肉体に似合いますね、このコスチュームがね。ヒョウ柄ですね、はい。まあ、これ遠藤選手もこれ新コスチュームですね、はい、けど、おー、松田ロープ軽々と引っこ抜きました。この今の肉体改造を施した竹下のこの肉体に筋肉に非常に似合っているメインチェンジです。さあすごいノータッチプランチャー。オーライ、行くぞ。見てくださいこの肉体、とんでもないですね竹下幸之助。まあさすがに、4つのジムを掛け持ちでね、気づいた肉体だけありますよね、うん。今現在竹下幸之助は本当睡眠も食事もまあ体作りにかかるものとして24時間全てがもう体作りに向いてますからね。体作りとか筋肉に向いてますよね、はい。まあ、プロレスのためでもあるし、そしてあの10月に行われる学生ボディービル、はい、そちらの方も目指しているようですね。そうですね、でその2つが両立できるということを証明したいとも言っているらしいじゃないですか、はい、竹下は。まさに全身アスリート、全身プロレスラーといった感の竹下幸之助。それに対してカリスマのエキス、注入された遠藤哲也。おっと、さあブレンバスター、これは遠藤が場外へ耐えていく。何を狙っているチャンピオン、うわー、エプロンではないですね、角ですね。あの最初のバックドロップと今のブレンバスター見た限り、今現在の竹下幸之助の投げ技を踏ん張ることは不可能と考えた方がいいでしょうね。なるほど、絶対持っていかれますねこれはね。相手のスタミナを消耗させない限りは遠藤はこれ持っていかれますね。それを前提にやらなきゃいけないですねこの試合は。まあデッドリフトもかなりの重さを上げていると言いますから、はい、なかなか今の竹下の背筋力踏ん張ることは難しいであろうと。それを可能とさせる筋肉をまとってしまったということですよね、竹下はね。まあでもかなり肉体を絞っているんで体重は落ちてるそうですね。体重は落ちてますね、はい、一番多かった頃と比べて20キロ減らしたらしいですからね。それはだまあ本当に動きやすいと今言っておりました。でもどうなんでしょう、その軽さというものがこのプロレスの戦いにおいてどう影響してくるのかっていうのは、はい、さすが20キロ落としてから戦うのは初めてですもんね。まあそうなりますよね、そして先に肉体、おー、バックブリーカーで先に肉体をがっちり落としていったのは遠藤の方だったじゃないですか。そうですね、はい、まあ、自分自身 の, その、ね、体に慣れているのは、まあ、やはりそれは遠藤選手のようになるんでしょうけどもね。ただその辺はやっぱりね、そのこの両国という舞台から逆算してその体作りを続けてきたと思うので、それがハンディになるようなことはまあないと思われますけどね、竹下選手の場合ね、まあ、今現在ね見ての通り本当非常にいい動きを見せてますからね。あ、垂直のジャンプ力も素晴らしいものがあります、はい、そしてこの筋肉をまとえばね、どんなに絞っても相手の技に対する耐久力は落ちないですからね、むしろ増えてるかもしれません。まあ、もともと陸上競技で鍛え抜いたこの肉体、さらにプロレスラーになるために鍛えて、はい、そこでまたさらに違う肉体改造を施しているという、ボディービル用の、はい、いやー進化が止まらないですね。止まらないですね。しかもそれを全く苦と思わずに、むしろ好きなことだからやらない方が苦らしいんですよね。はいはいはい、今僕はあの竹下幸之助、今の竹下幸之助を取材してて、もう一言で言い表すと竹下幸之助っていう人間は変態ですね。変態ですね。変態です、本当に、はい、これが本当にあのジャストな変態、いい変態だと思います、はい、変態じゃなければここまで体作れないですよ。
自分の人生の今全てをそこに捧げてますからね。そしてプロレスで捧げてますからね。まあでもですね、遠藤哲也のこの肉体ももちろん相当ストイックな生活の中で、はい、まあその土から築かれたものは間違いないでしょう。本人はカップラーメンしか食ってないと言ってますけども、はいはい、そんなことはないというのは竹下が見抜いてますからね、はい、真面目じゃなければ、あの肉体にはならないと言っておりますからね。お真面目というか、いわゆるその真面目という言葉が遠藤が否定するのであればストイックですね。ストイックですね。だから彼の場合はやはりその変わらなければいけない、うん、まあ、竹下の後ろをもう歩くのは嫌だという、まあ、その劣等感といいますか、はい、変わりたいという思いでしょうかね。そうですね、まあね、 V の中でも言ってましたけど、劣等感という言葉非常に真実味がありますね。これまでの竹下、あの遠藤のその5年間のね足跡を思うとね。さあマットのないところでボディスラム。まあ元々は井伏浩太に憧れてこのプロレスラーになった遠藤哲也、はいはい、まあその井伏浩太が目の前に行ってその井伏浩太の背中を見ていればよかったんですが、いきなり隣にこの竹下幸之助という存在が現れたんですよね。はい、それは遠藤にとっては完全な想定外の出来事だった。何をやっても竹下幸之助の方ばかりに目が行ってしまいます。集まってしまいますからね、はい、そしていつしか井伏浩太という憧れの存在はこの団体からいなくなってしまった。自分でやるしかないですね。でも遠藤哲也の物語はそこで終わらなかったのが面白いところ。そうですね、そこに現れたのがカリスマだったわけです。佐々木大輔ですね。本当足りなかったものを全て埋めてくれたのが佐々木大輔ですよね。そうです、ね、竹下幸之助が歩んでこなかったもう一つの道というものを遠藤哲也は確実に歩きました。同じ道は歩かなかったこの二人。この DDT20 周年の両国のリングでメインイベント地方である KOD 無差別級のベルトをめぐって2人は戦っています。クロスアームで肯定していく、まあ、2人ともね、その5年かけてこの両国のメインにね、あの2人っきり の, その両国メインが到達したわけじゃないですか。この試合アントニオ本田選手どういう思いで見てるんですかね。あ、そうですね、はい、本田選手にとってこの風景がどう映ってるかですね。かなりエモーショナルな気持ちになっていると思いますが、まあ、そしてアントニオ本田選手もそうですが、まあ、高木三四郎や男色ディーノもどう思ってるんでしょうかね。この5年という月日が今の DDT において早いのか、はい、普通なのか遅いのか、うん、今回 の,、ね、その両国は、まあ、竹下選手は、ね、昨年続きですけども、本当5年前には、ね、その6年前ですか、6年前にはいなかった2人によるメインイベントじゃないですか、はい、原島でも井伏でもディーノでも、ね、工藤でもない人たちがこうやって2人でメインを張ってるわけですからね。でも20年の月日を経てこういった若者がですね、やっぱ DDT で育つ土壌ができたってそうなんですね、うん、それこそがやっぱり団体力ですよね。そういう土壌がなければこの2人は、ね、こうはなってないわけですからね、はい、まあ、この試合2人がどういうその試合の組み立て方を想定してリングに上がってるかですよね。60分やっても蹴りがつかなかった相手ですからね。そうですね、4.29 後楽園ホール大会その60分の、まあ、続きでもあります。このタイトルマッチ、さあ試合が進むにつれて徐々に遠藤選手の方にペースが傾きかけてますね。そうですね、場外で、まあ、手痛い一撃を食らいましたがそのお返しをしました遠藤哲也、はい、出足はね、あの竹下選手が瞬発力で行きましたけどね。挑発していきます。それに対して踏みついていく、まあ熱くなってるのは、まあ、表向きどっちかといえば竹下の方がこの戦いにおいて、はい、まあ、熱さというものを見せてますよね。そうですね、あのもう、まあ、
殺し合いだとか潰し合いだとか結構物騒な言葉が入ってますよね。まあそうやってね自分をその仕向けてるっていうところもあるとは思うんですけどね。ただはっきり言っていたのは、まあ、この試合がどうなるとどうなろうと、そして今後どうなろうと、もう遠藤哲也と組むことは一生ないっていうことを言っておりましたからね。まあ、確かに遠藤哲也の存在を消したいと、まあ、このタイトルマッチで言い切っています。もう彼が負けたら、今日負けたら、はい、自分が王者でいる間は絶対にもう挑戦してこないでほしいと、それぐらいの覚悟を持ってこいということですよね。パワースープレックス、攻められながらもきっちりと反撃を祝っていきます。チャンピオンの竹下幸之助、竹下が見ているビジョンと遠藤の見ているビジョンは今のところ全然違います。先ほどの高木三四郎対男色ディーノもそうでしたが、これどっちが勝つかによって本当にまた DDT のこのね、はい、未来図が、ね、変わってきますから ね、 ね、この試合の勝者によってね、そう、アンドスプリング、バッククラッカー、遠藤の動きをよく見ていました。チャンピオン竹下幸之助、まあ、本当にどこで飛んでくるかわからない予測不能な技を見せる遠藤哲也ですが、逆に読まれてしまうとああいった反撃を受けてしまう。そうなりますね。怖いですね。集中しています、竹下幸之助です。まあ、あの雑誌のインタビューでも言ってましたが、やっぱりその陸上時代に味わってきた究極の緊張というか、はい、まあ、ナーバスな部分、まあ、あれはやっぱり今の戦いにおいて非常にプラスになっていると。まあそうでしょうね。本当にもう特別な世界ですからね。ダブルキック。だからそういった緊張感をこのタイトルマッチの中でキープできればですね、遠藤のこの素早い動きも竹下にとっては目視可能なのかもしれません。さあ飛んでくるブエロデアギラ、自分は着地してノーダメージ、これが遠藤哲也。さあこれでテンションを上げていく。今のも飛び技もしっかりと竹下の頭の上からのしかかれるようにして首きましたね今ね。ずっとやはり竹下選手首を押さえてしまってるんで、それは相手としてはもう狙ってくれと言わんばかりの行為ですからね。で竹下もですね、はい、首蓄積されてると思うんですよ、はい、前回 の、 そのタイトルマッチでも、はい、まあ、この前のタイトルマッチ石井圭介戦でもそうでしたが、はい、あの首のダメージにちょっと動きが止まることありますよね。そうなんですね。あの時も石井戦、そして吉村戦でテーブルクラッシュを受けてですね、相当首にダメージを受けて、あの後日ずっと引きずったらしいですからね、はい、今完全無欠の肉体を手に入れつつある竹下幸之助ですが、不安は抱えてますね、首に関しては。絶対ありますよね、はい、中に関しては、体の中部に関しては。これやっぱプロレスラーの戦い過酷ですから、その蓄積が怖いですよね。肉体に関しては絶対の自信を、ね、語っていたんですけども、唯一、まあ、自分に不安があるとすれば首だということは言ってました戦前に、はい、あものすごい瞬発力ですフランケンシュタイナー。遠藤が立ち上がるところに顔面切りを狙ったんでしょうが、それは遠藤が読んでいた。おお、かわした。さあ来るぞ、おお、ブルーサンダー、おお、ラッシュアンスイープ、さらにユリカムエ、変形のユリカムエ、いや、ユリカムエはないですね、なんか面白い技ですね、これ見たことない技ですね、はい、これね、あの変形の、まあ、ストラングルホールドのようにも見えますし、とにかくネックロックですね、狙いは首です。相手の首を前方に押すことによってね、決めるという技ですよね、これね、はい、形としては固め方はいわゆるストラングルホールドですね、はい、さあ竹下としてはここは何とか自力で逃れていかなくてはいけません。
エスケープを選ぶのかブレイクを選ぶのか自分で外していくか。まだ届かない。今サードロープブレイクです。さあじわじわと竹下のその首に遠藤哲也の毒が注入されていきます。さあトーチャーラックいくか。ここは遠藤が仕掛けますがまだ竹下も踏ん張っています。もう一度いく。おお、トーチャーラック許さない。あーバックドロップブルーサンダーか。これも嫌がっていきます。これも首持たれてますからね。捕まえた。さあいくか。おお膝ですね。膝ですね。持ち上げた瞬間膝を叩き込んだが顔面蹴り。谷下遠藤ラリアットかわす。谷下強引にブルーサンダー。は2聞いた。遠藤哲也これは聞きました。しかし竹下王者も首を抑える。先ほどから遠藤選手が竹下選手の首を絞めるごとに松井さんがしかめっ面するんですよ。多分松井さんは竹下選手の首の状況分かってるでしょうから、レフリーが思わずそういう顔をしてしまうぐらいの状況なのかもしれないですね。まあ、レフリーはこの、ね、戦っている選手の、まあ、安全を、ね、はい、ギリギリで守る役割も持っていますから。それが最優先ですから、はいはい、そこにすごい目を光らせていると思いますよ今日の松井レフリーは。だが遠藤哲也の狙いは一つ。立て下コウノシテの首一つかわした。これはおそらくブラフ。さあ来るぞ。パスをかしてジャマ一回転。まだどっちだ、どっちが勝つのか。竹下も1回転。おお、突き上げるような一撃。いや今の竹下もえげつない膝でしたね。いやあんな膝見たことないですよ。ある意味これができる竹下ね。そうですよ、20さあ、うわ、カウントは2です。これカーファイターっていう表現がもう収まらないですね。なんて言えばいいんですかこれは。引く力も引っ込む力も押し込む力も全部、ね、半端ではありません、まあ確かにこの体。おっとサプライズローズもう狙っていくか。さあラリアットをかわしてフルメルソン投げっぱなし。ダメージがあるぞ遠藤。しかし鉄矢に出すか。竹下真っ逆さま。今やばい落ち方をした竹下。カウント2、カウントは2です。この今の遠藤のねギリギリを狙っていくインザスカイ、殺気がみなぎっていました。うわーでも立ち上がる、まあ、考えてみたら60分を戦い抜いた2人ですからね、はい、そう簡単に根を上げるようなスタミナではないですよ。まあ、そうですよね。けど今のもね本当普段首を鍛えてるからこそこうやって動けるわけですからね、はい、さあトップコーナー今の竹下なら難なくぶっこ抜ける。あーでも打った竹下首を抑える。竹下もこれこの後自分のチョイスする技というものを考えなければいけないかもしれません。いつものようにのびのびとそのパワーをね、はい、自由に使っていたら、はい、自分に跳ね返ってきますよ。そうなりますね。まあ、あとはこれほど首を痛めていてスープレックス系の技を出せるかどうかですよね。確かに、うん、スープレックス系はね首の力大事ですからね、はい、まあ、こだわりのジャーマンスープレックスブリッジ可能かどうかっていう話にもなってきますよね。今のなだれ式だって遠藤に十分なダメージを与えちゃうじゃないですか、はい、追撃にいけないですよ。いけないです、いけないです。まあ無駄とは言いませんが行かせませんでした竹下。
バックエルボーよく見ています、遠藤哲也。まだまだ意識、あーこの瞬間危ない、遠藤の動きが読まれている。これはこれはさあこれは、おお、なんだなんだ、リストを使って、あーバスケラーだね、カウント2。あんな入り方ってあるんですね。いや遠藤哲也だから40キロとか50キロのね、はい、子供じゃないんですよ。いやそうですよね80キロ以上は確実にありますからね。今日投げる引っこ抜くに関しては完全に遠藤哲也を子供扱いしてますよね。ですね、まさにこれ吉彦状態ですよ。とんでもないパワーを手に入れています。これここまでとはさすがに遠藤選手も想定してなかったかもしれないですね。うわすごい音がしました。いや場外への花道へのヒップトス。でもマイク・ベイリー戦では場外にブレンバスター打ちましたからね、はい、このぐらいやってのけるでしょう。いや竹下幸之助の言葉に嘘はありません。なめられたくないという思い、強い DDT を見せたいという思い、そして遠藤哲也を消したいという思い、容赦はしません、手加減はしません。やりすぎではないのです。竹下にとってはやれるとこまでやりきるのが、オールアウトするのが竹下のプロレス。上げたー、ラスト着地。さあ遠藤が なんだ危ない切り返した。さあ遠藤が花道でスームスター。この今のツーブストンも確実に竹下の首を垂直に落とす。今の竹下にとって一番食らいたくない技を食らってしまいましたね。まあこういった言い方はどうなのか分からないです。丁寧に竹下の首を殺しましたね。的確に、はい、それほどの冷静さが遠藤には残ってるということですね。多分ね、まあ当たり前でしょうけども、遠藤哲也これ勝機を掴んでますよ。多分今自信があるんでしょう、はい、こんな状況でも俺は勝てると。そうクイック垂直落下気味に落としていった。竹下のパワーがあまりにも人間離れしているんですが、やっぱ遠藤のパワーもすごいですね。うん、このしなやかさの中に野獣のごときパワーを潜めている。それを解放した遠藤哲也。さあ何を見せるこの飛び技、シューティング、顔面からのカウント。いやー竹下これ冷静だ。これ今かつてエル・ジェネリコがね、はい、井伏広太に見せたような、はい、そうですね、フェニックスからの丸め込み、はい、いやー竹下、あーなるほど、今朝やっぱりあれですよ、竹下幸之介、はい、プロレスも見てるって言ってたじゃないですか、これですよ。まあそういうことですよね、おこれは着地できなかった。さあここからの戦いがある、ゆるゲーム、ラリアット破れたり。いやー回った分踏み込みが遅れたんですよね。やっぱそう、もちろん当たれば回った方が破壊力あるんですけども、それよりも先に到達した遠藤の方がヒットしましたね。まあやっぱりなんといっても、まあ、同期、はい、そしてパートナー、はい、親友だった2人だけに、この肉体だって2人で切磋琢磨して築き上げていったものじゃないですか。やっぱ分かるんですね、見えてますね。でもまだまだちょっとこの2人には先がありそうです。もちろん消耗はしていますが、まだ隠し持っている。あしかし
これまずい、食らったらまずい、鉄矢インザスカーまずい、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 決まった。さあ遠藤が立て下からと返した、返しましたよ、今朝返しましたよ、返しましたね。なんで返せるんですか、ね、次の手が来ます、次の手が来ます。さあもう一度打つ、シューティングスター、これも決まらない、徹夜インダスカイウィズダイヤモンドとシューティングスターが立て続けに入れられて決まらないなんて、これ遠藤哲也手がつきましたよ。そうですね、返された。さあここから返された遠藤どうする、ただ遠藤が有利なのには変わりないですからね。まあ、そうですね、ここからどうするかですね。あ、縦下を捕まる、もちろんあんな大技を立て続けに食らって竹下幸之助無事ではすみません。ギリギリでしょう、おそらくチャンピオンもギリギリでしょう、それが分かってるからこそチャレンジャーの遠藤追撃を加えたい、勝利を手にする一発を竹下に与えたい。バックに回っていく、この手の組み方すがりついているだけなのか、それとも、しかしまだこの竹下の研ぎ澄まされた肉体にはマグマのごとき、地中深くに眠るマグマのごときパワーを感じられなくもありません。おお、この竹下の位置に対して冷酷に頭を蹴り合えていく遠藤哲也。トーチャーラック、トーチャーラック、いや、スリーパーで返した。ここでスリーパーですか。まあ、とっさの判断なんでしょうけどもね。エルボー、縦下が走る、遠藤がハンドスプリングキック、まだこの遠藤には瞬発力、速さがある、竹下を凌駕しているこの瞬発力、トーチャーラックの前。さあこの3つ目はどうだ、決まらない、決まりません。いや、やっぱり竹下幸之助のこの鋼の筋肉、やっぱり凄まじい耐久力を誇ってるってことになりますよね。ですね、まだありますよ、竹下幸之助にたっぷりと燃料は残っています。これが遠藤哲也、ここまでも想定していたのであればチャンスはあると思うんですが、もしここに遠藤哲也の心にほころび焦りが出たとしたら、竹下幸之助が来る、恐ろしい、これが怪物竹下幸之助、DDT25 周年記念大会両国国家大会決定です。